写真は1939年に制作、公開されたアメリカ合衆国の映画である。ボトルネックを舞台にしたマックス・ブランド原作小説の映画化である。マレーネ・ディートリヒ発の西部劇映画であり、共演にジェームズ・スチュアート、ジョージ・マーシャルが監督した。この作品はトム・ミックスが主演した1932年版ミックスの再起のリメイクである。 1996年、アメリカ議会図書館により、文化的、歴史的、神秘的価値があるとして、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。架空の街ボトルネックのサロンのオーナーで、イカサマシのケントと、その丈夫で、ダンスホールクイーンのフレンチーは、田舎の牛牧場を奪おうと格作し、八百長ポーカーで、クラゲットの土地と牛を奪い取る。逆上した。 クラゲットの代わりに、保安官キーヨが抗議に向かうが殺害されてしまい、そこで悪徳町長のハイラムスレードは、ケントラと共謀し、従順で操りやすそうなウォッシュ・ギムズデールを新しい保安官に任命した。しかし町長はギムズデールがかつて有名な保安官、トム・デストリーの補佐をしていたこと、ボトルネックを秩序だった良い街にするために、父同様、手強いその息子、 トム・デストリー・ジュニアを呼び寄せることが可能だということを知らなかった。デストリーは射撃の名手にもかかわらず、銃を持たない主義で、酒場でミルクを頼んでは笑われるような男であった。しかし彼は、銃より法を重視する人柄であり、人々から尊敬されるようになっていく。デストリーと、ケントたちの最後の抗争は避けられないが、フレンチーは、デストリーに惹かれ、彼の側に寝返る。 最後の銃撃でデストリーをかばったフレンチーが撃たれ、最終的には、正義が勝った。マレーネ・ディートリヒ演じるフレンチーは、フランク・レッサー作詞、フリードリヒ・ホレンダー作曲の、裏部屋の男たち、ユーブ・ガット・ザット・ルックを歌った。著名な西部劇作者のマックス・ブランドが書いた、小説、写人が、原作の映画化であるが、もともとは、雑誌、トゥエルブ・ピアーズに連載されていたものである。 その中で、ハリソン・デストリーは、平和主義者ではなかった。1932年のトム・ミックス主演の映画化での、デストリーは6機の銃を装備していた。写真は、観客だけでなく、批評家にも受け入れられた。ニューヨーク・タイムズで、フランク・ニュージェントは、ハリウッドの方にハマったキャスティングとは、違い、エルン・ストレビッチ監督の、 天使での上品な役と、サジンのブラッティガルチサルーンでのキャバレーの女性役が、同じマレーネディトリヒであるとは想像つかない。スチュアートの演技は明快で好感がモテ愉快で、ユーモアのある役だったと批評した。ありがとうございます。